あ、キリト。ねえ、聞いて聞いて。実はね、すっごいお宝が手に入るかもしれないクエストを見つけちゃったんだ。それ、前も同じようなことを言って、結局紫大根が5本だけってことがあったような。あ、あれは失敗。でも今度は本当に正真正銘のお宝。聞いて驚いて。ターゲットの名前はズバリエンペラーソード。エンペラーソード、ちょっと興味深いな。それでね、みんなを誘って取りに行こうかなって思っていたところなんだけど、どう？じゃあ早速みんなに連絡しよう。俺がメッセージを飛ばせよう。あ、乗ってきたね。やっぱり剣って聞いちゃうとな。というわけで、すごい剣が手に入るかもしれないの。へえ、エンペラーソードか。そんなクエストの情報、今まで聞いたことないよね。こりゃレア中のレア武器なんじゃねえか。もし本当に武器が手に入るなら、序盤としてはかなり希少なものだろうな。あんたが黙っていないわけだ。レアって言葉と剣って言葉には弱いものね。そういうリズだって興味は惹かれるだろ。まあね、鍛冶屋としてレア武器は気になっちゃうわ。それでどんなクエストなんですか？クエスト NPC によると、300年以上前、剣豪として名を馳せたブレグスっていう王様がいたんだって。その国は代々受け継がれて今も存在するんだけど、数ヶ月前に国の象徴である王家の紋章が何者かによって持ち去られちゃったらしいの。それで見事紋章を取り戻した者には何でも褒美を授けてくれるみたい。エンペラーソードっていうのはどこに絡んでるんだ？剣豪と言われていたブレグスの愛用の剣がエンペラーソードなんだって。つまり王家の紋章を見つけることができれば、褒美としてエンペラーソードをもらえるかもしれないと。紋章を探し出すクエストか。きっと簡単には手に入らないんだろうな。でもよくこんなクエストを見つけたわね。普通の人には発見できないと思うよ。かなり特殊な場所で見つけたからね。お、さすがはトレジャーハンターだな。どこで見つけたの？とあるダンジョンでね、お宝がないかなって目を光らせて探索していたの。うんうん。そうしたら突然床が抜け落ちて、落っこちた先に NPC が立っていたんだ。ふん、え？それって結局落とし穴にかかっただけじゃねえか。目を光らせていたんじゃないのかよ。結果往来って言うでしょ。とにかくあれを見つけるのは至難の業だよ。うん。トレジャーハンターもトラップには弱いってことか。弱くなんてないよ。見えないところにいる NPC を見つけるのは確かに簡単なことではないですからね。皆さんの言う通り、希少なクエストである可能性は極めて高いと思います。まあそういうわけでさ、このクエストを進めていこうと思うんだ。もしかしたらサーバーに一つしかないユニークアイテムの入手クエかもしれないしな。しょうがないわね。いいわ、付き合ってあげる。その代わり私も欲しいものがあるときは手を貸してよね。どうやらみんなやる気満々みたいね。鍛冶屋として意地でもレア武器をこの目で確かめてやるわ。私も手伝うよ。ありがとう、みんな。よし、トレジャーハンターの意地にかけて必ず手に入れてみせるよ。それじゃあエンペラーソード目指してみんなで頑張ろう。